はい、皆さんこんにちは。絵手紙講師の横山澄子です。赤ちゃんになるのお母さんの時間です。私のおしゃべりタイムです。よろしくお付き合いください。私ね、最近ね、こんな写真を撮ったんですよ。見える？あ、見えるかな。ちょっと光ってますね。出した方がいいかな。ちょっとお待ちください。出します。はい。こんなのをね、たくさん撮りました。なんでこんな写真を撮ったかっていうと、私これ家写真家写真のつもりで撮ったの。私の母もアルツハイマーになりまして、そして顔の顔はだんだん垂れ下がってくるし、目は何この焦点が合わないっていうのかね、えぼーっとしてるだらーっとした顔になってしまいました。母すごく可愛かったのにそんな顔になってしまった。それを家写真にするのは私は本当に忍びなかったので、母がまだその病気になる前、まだまだ元気に頑張っていたその頃の写真を母の家写真にしたので、もう頼りがいのある母、元気な母、素敵な母の写真にが仏壇の横に置いてますよね。夫の写真とね、あと父親の写真とね。だから私は毎日こうお参りしながら、その元気な母にいつもお話しするんです。今日はね、こういうところ行くよとか、こんなことがあったよって、今日も私元気だよっていうふうにね、話できる、元気だった頃の母と毎日話ができるんですね。だから私もこの3年マスクしてたでしょ。そうしたらね、このマスクで隠れてるうちにね、ものすごいシワができてね、本当にもうなんかこう顔を見るのが怖いほどのこのシワ、3年分のシワがあってね、写真もないでしょ、マスクばっかりで。だから、はあ、どうしよう、私のね、この頑張っているまだまだ元気な澄子さんその写真を残していきたいなと思ったの。それでいろいろ探したんだけど、もう4年前、5年前になってしまいます。それではちょっとね、若すぎるのでということで考えました。あ、なんかこう私と同じような風に考える人、生徒さんの中でね、誘って、そして全部メイクから着付けから全部やってもらって、そして撮りたいなって思ったの。そしたら私の生徒さんの中にもう美容師さんがいらっしゃって、その美容師さんにお願いしたら、あ、大丈夫ですよ先生、やりましょうやりましょうって言って、スタッフも連れていくから大丈夫ですよっていうことで、その5人の美容師さんにお願いできました。で、それから誰かカメラマンいないかなと思って、私の生徒さんの中からこう探していましたら、いたんですよ、カメラマン、ウーマン女性の方です。若い女性の方ですけども、カメラがお得意という方がいらっしゃいました。その人にお願いしたら、いいですよ先生のことだったらっていう感じで、会社を休んできてくれることになった。じゃあそんなに皆さんにお願いしたんなら、これは素敵なところでやって、そして素敵な帰りに料理を食べたいな、お食事したいなということで、いつも新年会をやるホテルにお尋ねしたら、あ、ぜひやってくださいということで、大きな大きなお部屋を一部屋借りることになりました。そして10人の生徒さんと一緒にそのお部屋に行って、そうしたらもうね、もうメイクさんが全部道具を揃えてね、もう行った途端にパックしてくれて、カラー巻いてくれて、でその次にもう化粧して、マニキュアもしてもらったよ、化粧して、そしてヘアをしてもらって、そしたらもう次の人、次の美容師さんがもうお着物用意しとってくださって、パパッと、まあ着物は自分たちのものを持ってたんですけども、そしてささっ
と着せてくださって、とっても着心地のいい着方になって、そしてカメラマンのところで写真を撮ってもらいます。もう笑ってますね本当楽しかった。もうみんな生徒さんもね、いつもの生徒さんよりね、みんな数段綺麗になってましたよ。さすがプロに化粧していただくとね、素敵になるんですよね。もうみんなね、もうこんなね、プロの人にお化粧してもらうのね、結婚式以来だわーって言ってすごく喜んでね、私がねすかさずね、あなたこの回やらなかったらね、次化粧してもらう時は死に化粧だよって言ったら、みんなやだーとか言ってね本当にね、そこでいっぱい撮影して、それからお食事を用意していただいて、おしゃれしたみんなでお食事タイムでした。本当に楽しかったです。それで娘にね、こういう写真をね、私もしお母さんなんかあったらね、これをね家写真にしてねって、この中で自分が一番気に入っている写真を娘に託しましたほっとしました。だってみんなね、早いよそんなことするの、早いよっていう生徒さんもいましたけど、でもね、あなたこれからね、1年経っても2年経ってもね、これ以上若くはならないんだから、やっぱりまあこの辺でいいんじゃないっていうことで、もう私74になりますから、内緒ですけどね、74になりますからね、もうこの辺で写真撮っといてもいいんじゃないかなって。そしたら皆さんにこの写真見せたらね、先生こんな風に用意する人はね100まで生きるよって言われて、まあそれもいいかっていう感じで、まあ面白い体験をしました。さあさあ、忘れていませんよ、今日はこのページですね。はい、このページはね、あわれポポちゃんっていうページですというのは、ここちょっと読んでみましょうかね。私が犬のカットをするのを見ていたのか、ポポをカットしたらしい。バッサバサに切られたポポは哀れなダボ犬になっていた。垂れた耳の肉スレスレだったのが幸運だった。耳の毛に合わせてサマーカットをしたポポはヤギのようになってしまいましたと書いてます。この絵は、絵のところに書いてある字は、何これ、拾ってみたら犬の毛だった。まさか、キャー、やっぱり、ポポちゃんの耳の毛、バッサリ切られている。お母さん何したの、なんで切ったの、ガミ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 っていう感じに面白く書いてます。これはですね、私がね、いつもね、母がね、私が犬の手入れをしているとね、なんか嬉しそうにね、ずっと見ているんです。いつもうろうろちっともじっとしてない母が、その時はずっと終わるまでね、そこで見ているの。だからお母さんの前で私は犬の手入れをカットしたりすることにしていました。それでいつもこう時間をかけてね、バリカンでカットしたりってシャンプーしたり、そんなことするんですけどもね、ある日仕事から帰ってきましたらね、パッと床にね、なんかね、茶色いような黄土色のようなね、ふわふわのものがね、ボコボコボコって折ってるんですよ。なんだろうあれ、なんだろうと思ってね、ちょっと拾ってみたらね、まさかこれポポちゃんの毛じゃないの思ったんです。ポポちゃんこれはと思って、瞬間に、母が切ったいうことは分かりました。瞬間にもポポちゃんポポちゃんって言って探して、ポポを見たらね、ポポがね、本当にね、こんな風にね、しょぼーんとした顔でね、振り向きました。もう見たらもうバッサバサ。ポポちゃんはね、シーズ犬ですからね、
毛がこうふわふわっと長くってね、本当にそのまましといたらね、床にねこう垂れ下がるほどの毛が生える子なんです。だからポポちゃんも若かったのでね、私もねふっさふさに耳もこうたらっとこう本当におかっぱ頭みたいなくらいの耳を長くしたりしてね楽しんでたんですけどね、もうポポちゃんの姿哀れ、もうバッサバサ、耳なんかもう本当にこれがないんですよ、バッサバサ。びっくりして、もうポポちゃんの耳を掴んでね、まさかこの垂れ下がった耳の肉をね切られてないかと思ってね、こう見た、切られてない、ギリギリのところの毛をズバッと切ってましたね。もうあらゆるところがハサミで切ったんですから、バサバサですよ。怪我してなくてよかったと思った途端にね、お母さんって私が頭に血が昇りましてね、お母さん何やったのって、もうぼうちゃんの耳切れるところやったやないのって、こんなことないよ、上手に切ったでって、母はケロッとしてるんですけど、もうダメよこんなこと、ハサミ持ったらダメって、ポポちゃんの耳切れたらね血が出てきてね、もうすごく痛がるんだよって言ってね、すっごい母をねカミ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 と怒ってしまいましたね。もう本当に哀れなね格好のねポポちゃんだったのでね、その一番短いところの毛に合わせてダーッとこうバリカンで刈りましたよ。そしたらホワンホワンだったポポちゃんがまるでヤギのようにね、お耳もタランとする気ないから、お耳の格好のまんま、もう本当に哀れなねポポちゃんになりましたね。今だから笑い話で言えますけども、その日は本当にびっくりして本当に腹が立ちましたね。そのポポちゃん今はもう本当に老犬になって、もた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 とねこう歩いて一日寝ていますね。でもまだね生きてる、はい、次のページはこれなんです。毛糸にトンボが止まっていた絵ですね。そこに書いてある詩はデイサービスで作ったお母さんのお皿、バザーに出してみたら15枚売れた、4500円もらったんです。そしてお母さん4500円になったよ、お母さんは陶芸家やねえって褒めたの。そしたらお母さん得意そうな顔してまた作ってくるねって嬉しそうに笑いました。そんな風にね、あの母はね陶芸がやりたいと言ったので、あ、陶芸クラブがあるところへ行けるよと言って、ちょっとだましですけども、あのデイサービスに行かせたんです。だからお母さん陶芸教室に行ってらっしゃいとか言って、そしてあのデイサービスのその車に乗せるんですよね。で今日も陶芸で何作ってこようかとか言って、あの出かけるんです。ずっと陶芸教室と思ってました。でまあ先生のね、あのお手伝いがね、本当に半分以上あると思います。でも毎回毎回なんかこうあのコーヒーカップらしきものやら、お皿らしきものやら、花瓶らしきものをあの作っているんですよね。そうすると月に1回あのそれを焼いてくださるんですよ。色もつけてね、焼いてくださるんです。そしてこの段ボールにいっぱい母にあの帰りに持たせてあのくださるんですね。そうするとお母さんはね、今日はねみんな早おいでとか言ってね、妹たちも呼び寄せてね、そしてね、あんたら好きなの持ってきゃって言ってね、これ持ってきゃっていうのはね岐阜弁なんですけどね、持ってきなさいっていうことね、はい、あんたら好きなの持ってきゃ、どれでもいいよ、持ってきゃ持ってきゃってなんかすごい得意満面に。そして私たちももう最初の頃はね、あ、これお母さんのね思い出になると思ってね、お母さんこれ私欲しいわ、これ私欲しいわって言って、妹もお母さんこれ私もらうでねって、ええよええよ持ってきゃ持ってきゃって言ってね、でもらってたんですけどね、
毎月毎月ね、それが来るとね、もう妹たちに電話してね、あのお母さんの陶芸の作品あるで取りに来てって言ってね、あのねお姉さんもたくさんあるでね、まあ今回はいいわって言って断られる。私のところもね、もうほんといっぱいありました。それで私考えて、なんかこう、普通皆さんが作った、素人が作ったものをバザーをやるっていうのをね、生徒さんがやるっていうので、そこへあのうちの母の、あの作品やけどほんと安い値段でいいからつけて、参加させてもらえないってお願いしたら、いいよいいよって、まあそれでも欲しい人が買ってくださるんだから、あの出して出してって言われたので、本当にもう100円100円100円っていうようなね、あの200円そのくらいのねお値段で、あのでも向こうにもね、こうちょっとお礼を置いてこなきゃいけないので、あんまりただではダメなんですよね。それであのそこから1割か2割あのお世話してくださる方の方にあの渡すんですけども、まあ、全部やってくださって私がこれだけって言って持っていったら、まあ、向こうで適当なお値段をつけてくださったんですよね。まさか私売れるとは思いませんでした。全部戻って帰ってくるかなと思って、あの母にはバサーに出したっていうこと言わなかったんです。大体どんな作品かっていうとね、まあ、今ちょっと手元にこれがあったのでこれをお見せしますね。ハスの葉かな、これなんだろう、あほらほら、なんだったあれ。名前忘れちゃったよ。あ、吹きの葉、吹きの葉を多分ね乗せてそのようにカットして、そしてこう作った吹きの葉の形をしたお皿ですね。まあ、先生が色をつけてくださったんだとは思うけどもですね、まあ、こんなようなものをあのいっぱいいっぱい、またちっちゃなあの桜の花の格好 の, あのお皿とかね、そんなのをね、あのいっぱいもう段ボールに2杯ほど出させてもらいました。そしたら明くる日ですね、お世話してくださった方がね、あのね、あのこれだけしか売れなかったけどって言って残ったものをちょっと持ってきてくださったの。ごめんね、お世話かけてって、まあ売れなかったでしょあの作品は、言ったら、いやもう少しだけどこれだけ売れましたって、あの中にあの、ね、手数料は引いてありますけどもって言ってね封筒くださった。そして中を見たらびっくりです、4500円入ってました。あの作品が4500円になりました。それでも母にね、デイサービスから帰ってきた母にね、お母さんお母さんお母さんの作品が売れたよって言ってね、で4500円になったよって、これでねアイスクリームでもなんか買うって言ってね、そのお金を渡した。お母さん陶芸家やね、もっともっと作らなあかんねって言って褒めたたえました。そしたら、うん、もっと作ってくるでねって言ってね、すっごい喜んでね、まあこれで喜んでまたデイサービスにせっせと通ってくれるっていうのも私嬉しかったですし、まあ母のこの作品を何かこうあのに使おうと思って買ってくださったことに本当感謝です。後にね、その母のね、あの桜のね形したこのくらいのちっちゃなねお皿、それをね2つ買ったっていう人がね、あのに出会いました。先生のお母さんの作品ね、私ね、あの桜の形のねピンクのお皿ね2つ買ったのよ。そしてね手作りのね、あのお雛様をねこう上に乗せましたって言ってくださったら、ああそういう使い方もあるのかと思ってね、ありがとう、お母さんの作品買ってくださってありがとうってね、すごくお礼言いました。こんな風に私の方にはまだあの母の作った、そうね、鉢にはねいつもこうあの小さいビオラとかね、あのそんなの入れてか、あのまだお花も咲きます、その鉢の中から。それから、マグカップね、マグカップあんまりデコボコでねちょっと口当たりが悪いのでね、それまだ置いてあるだけでも
こんな風に母の作品がまだあっちこっちに残っております。今日はポポちゃんの哀れなポポちゃんと、それから母の作品が売れましたというお話でした。だんだん寒くなります。どうぞ皆さん、お風邪に気をつけて、コロナに気をつけて、インフルエンザにも気をつけて。私も寒いので、こんな分厚いセーターを着て、今日はお休みなので家の中におります。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。